はい、どうも、ヒッシーでーす。グラウンドゼロズメインミッションの方でですね、オープンワールドの素晴らしさを紹介みたいな、そんな動画にしていきたいなと思います。で、まあね、あとそれにオープンワールドって何ぞやっていう部分があると思いますんで、まあ見てもらったら分かるような動画にしていきたいのと、あとまあフォックスエンジンがなせる技みたいなところにも、触れて、紹介したいなと思います。で、今回の作品はね、ほんまに面白いと思ってます。で、まあ、今回グラウンドゼロズメタルギアソリッド5、グラウンドゼロズが前編で、5の、ファントムペインっていうのが次回出ますんで、皆さんそれ ほとんどの方が楽しみにされてるんじゃないでしょうかね。はい、まあ、僕も楽しみにしております。まあぜひね、オープンワールドっていうのはもうなかったと思いますんで、まあ、一回見てもらいたいですね。ぜひやってもらいたいゲームのうちの一つです。はい、では早速やっていきましょう。でね、まず映像がもうめっちゃ綺麗ですね。これも、まあ、PC 通してアップロード用にしてるんで画質かなり下がってますけども、これほんまに見たらもうかなり綺麗です。で、これで見てもだいぶ美しさがわかるんじゃないかなというところですね。で、これワンカメラでずっと回っていきます。一つのカメラがこのキャラクターたちを追っていくような感じですね。で、スネークのところまで最終的にたどり着くんですけれども、そこからいきなりゲームが始まります。つまりこの画像のクオリティでゲームが始まるんです。で、この光の感じとかもすごいですし、布が揺れる感じですね。このテントみたいなとこパタパタしてるし、で、この雨の濡れた感じとか、まあ、こういうのをね、ゲームというかこの CG でやるとすごい重くなるんですね。なので、操作する画面、プレイヤーが操作する画面とムービー、こういうイベントシーンですね、分けて作るみたいなのはよくゲームであったと思うんですよ。ムービーになるとちょっと画質が綺麗になるみたいな。で、操作する画面はちょっとカクカクみたいな。こんな綺麗な画面で操作すると重すぎて無理なんでしょうね、多分。よくわからないですけど、おそらくそうやと、そういうことやと思うんですけれども。で、まあ、このハイクオリティの画質を軽くする方法、まあ、この光の加減もそうですし、布もそうですし、雨に濡れた感じとか、まあ、それをこの綺麗な感じを軽く作る方法を作ったんですね。それがフォックスエンジンっていうものだと僕は認識してるんです。おそらくそんな感じの意味だと思います。なんで、そういうワンカメラでこのクオリティのまんまゲーム画面に操作できるっていうのが実現したんでしょうね。まあやってくれたなという感じです。で、今のがチコですね。前作ピースウォーカーで、少年兵やったやつですね。大人扱いしてほしい子です。一つのカメラでノーカットで今来てるんでね、演出がやっぱいいですよね。このワンカメラでやる演出っていうのがかっこいいです。まあ、小島監督も難しかったって言ってましたね、なんかで。一つのカメラでノーカットで追い続けてかっこよく見せるっていうのはやっぱ難しいと思いますね。
三谷幸喜監督もなんかそんなやってたんちゃうかな、ちょっと忘れましたけど。パスの生存が確認された。生きていたのか。ああ、カリブ海洋上を漂流中、ベリーズの漁師に救助されたらしい。それで俺たちの情報が漏れる、だからパスの口を封じろと。いや、そうじゃない。米国の非政府諜報機関サイファーはパスにダブルスパイの権利をかけている。そのため彼女はキューバ南端の収容キャンプで尋問を受けている。キューバの中のアメリカ、法を逃れたブラックサイト、マザーベース査察の件、これと無関係とは思え。国連の核査察、おそらくパスのリークを裏付けるためだ。俺たちは国家に帰属しない軍隊だ。この軍事力が明るみに出れば世界中が敵に回る。だがパスを送り込んだサイファーという非政府諜報機関にとっても脅威だ。パスはサイファーの正体を知っている。ああ、生きているならこちらに協力してもらいたい。サイファーへの唯一の手がかりだ。この音楽の感じとかね、いいですよね。とりあえずめっちゃ悪そうですからね、こいつ。この作品ではもうかなり悪いやつちゃうかみたいな感じで描かれてますけども、ね、次回作のファントムペインのティザーではスネークと一緒に歩いてるとこ、車乗ってるところかかなんかがちらっと映ってて、どういうことやろうっていうので、まあ、そこも楽しみな部分ですね。この作品ではまあこの今の帽子かぶったおっちゃんがどうこうっていう話はないですね。次回に続くってことでしょう。はい、今まで全部ワンカメラです。パスと同じエリアに囚われている。最後の無線連絡は40時間前。ターゲットは2人、チコとパスだ。南岸から敷地内へ潜入、二人を救出し、ランデブーポイントで指示を出してくれ。このカメラが、飛び降りてここに、水滴かっこいい。で、スネークが。ね、この演出が最高ですね。ワンカメラでこういう演出。キューバ本国との境界からヘリを呼ばす。明日の昼にはマザーベースに戻れる。で、まあ、ここキューバってことでしょうね。でアメリカの建てた尋問施設があって、そこに、シコがとりあえず囚われていると。たまには一人がいいさ。で、前作裏切って海に、沈んでいったパスも実はここに生きてて囚われてると。で、まあ、裏切り者でやけど、まあ、協力してもらえたら強力な、向こうにとっても脅威だろうということで、一緒に助けようぜと、まあ、そういうことですね。収容キャンプ前に到着。予定通りだな、スネーク。ブランクがあるとは思える。待たせたな。これ CM のとこですね。
てもこの光がライティングがかっこいいですね。でこのままこの後ゲーム画面に入りますんでね。はい、でこれもう今動かせますね。これは潜入任務だ。敵に見つかるな。ん、固まってる。うん、双眼鏡で状況を把握するんだ。こんな感じにね、消えます。でちょっとねムービー入れてしまったんで収録の時間にちょっと問題が出そうなので急ぎ目でいきます。でもできるだけ紹介できるようにしていきたいと思います。ライト気ぃつけないとね。歩幅中に武器を構えると左右に平行移動ができる、ね、早速怪しまれてますからね。これなんとかやり過ごしたみたいですね。段差を登るにはアクションボタンだ。ちょっと見つかってますね、いろいろ。今怪しまれてる状態ですね。完全に見つかってはないということですね。旧収容区画へ向かってくれ。東だ。ターゲットの位置は端末で確認できる。で今回めっちゃ走れます。スーパーダッシュみたいにできるんで。眠らしますね。今回ね一発じゃ敵が全然寝てくれないんですよね。あ、これ今頭に当たったんで眠らすことができました。でこれね双眼鏡で見てマークつけられるんですね。そう、今カズもマーキングできるって教えてくれましたけど、そうそうそう、あんたが立ち止まって意識を収集している時に限る。敵情把握に役立ててくれ。まあね、これオープンワールドで全然マップチェンジなしで一つのエリアをカバーできてるんですけど、かなり広いとは思うんですけども、実はね思ってたほど広くはなかったんですね。こんなもんかっていう、まあ、大概広いとは思うんですけども、でもファントムペイン本編に入るとこれの200倍らしいんですね。めちゃくちゃ広いところで遊べるっていう感じですね。おい、で1人目助けますね。今からここに、まあ、キューバの中のアメリカって言われてる、キューバの中にアメリカの尋問施設があって、いっぱい捕虜が捕まってます。例えばこの辺かな、こいつとかこの人とかで、この中にチコがおるということでここにいてます。おったと。で助けましょう。チコ。でここもイベントになってノーカットで一気にいけるんですけども、ちょっと時間の都合上飛ばしときます。最後ミッション終わるまで全部一個のカメラで行ってますんで、はい、行きましょうか。ヘリを呼ばないとダメなんですね。ヘリが来るまでの時間もリアルで、向こうの方から来るんですけど今は見えてないんですけどね、もうちょっとしたらちっちゃく見えるんですよ。でそれがだんだんこっちに近づいてきて、あそこまで来てくれるというやつですね。よし、ランデブーポイントに到着したな。
聞こう。パスパスはどこだと聞く話ですね。でチコがあんまりまともに話せない状態ですね。まあよっぽどひどい目にあったっていうのが想像できます。ちょっとずつ来ましたね。そんなすぐに来ないっていうのがまたリアルです。こちらモルフォ、まもなくランディングゾーンに到着する。カメラもぐるぐる回せます。こちらモルフォ、ランディングゾーンに到着。事故大丈夫かな。まあ疲れ果ててますので、まず事故を助けます。 OK で、今からパスどこだろうかというところですね。で、チコが持っているテープを聞けばパスの、居場所が分かります。まあ、僕は知ってるんで、今からパスのところに向かいます。はい。で、今回、壁叩きがないんですよね。こんな風にこれで音鳴らして敵の注意をそらす感じですね。で、今回ホールドアップしっかりあります。伏せろ。こんな感じで この人たちにはおとなしくしといてもらいます。ほい。で、怪しいとこに行きますね。で、これ乗れます。乗れるし、実は荷台にも乗れます。おとなしくしておいてもらいましょうか。これね、あいつ今乗り込んだんで乗っけていってもらいます。まあ、重要なとこに連れてってくれるんでしょうねっていうのは期待できます。で、こうやってチェックつけとけば結構広い世界なんで、どこに敵がおるかっていうのも分かりますんで、もうチェックつけてなんぼみたいなところがありますね。今回できるだけ敵の位置情報をつかんでこっそり潜入していくっていう感じですね。自由って難しいですよ、結構。逆にどっから行こうってなるんでね。怪しそうなところに潜入できました。ん？なんだこれ。ここのどっかに、パスがいるであろうことが分かってますんで、ここから潜入したいと思います。あそこに敵が入っていきましたね。一回蹴ったら気絶します。で、気絶したら担げると。ちょっと目立たんところに置いておきますね。
ちょっと怪しまれてると、こいつね、こいつに怪しまれてるんで、ちょっと黙っといてもらいましょうか。よし、これで眠らせましたんで大丈夫。まだどっかに怪しんでるやつおる。あ、トラック乗っけてくれた人かな。こんな風にピンチを切り抜けていきましょう。で、あそこにも行けるよね。各班、こちら CP、 監視カメラの映像に異常があった。付近の隊員は直ちに確認に向かえ。動くな、伏せろ。ほい、どんどん行きましょう。もういかにもな感じのところにやってきました。はい、おるね。そういえば例の破棄連絡が来たか。ああ、ついさっき済んだそうだ。俺は上に戻る、お前はここに残って警備を続ける。了解。投げんでもいいかな。あ、見つかった。怪しまれてるよね。これリフレックスモードって言ってスローモーションになって、この間に敵を処理すれば騒がれずにいけるという感じですね。あいつ見つかりそうなんで、こっち持っていきます。難しいとは言っても、このリフレックスモードがあるおかげでだいぶマシかなっていう部分はありますね。で、パスを助けますと。パスね、そうそう、今回坊主にされてるんですよ。もうかなりボコボコにされてますよね、これ。何があったんって感じですけど、まあね、あのメインミッション以外にもサブミッションがあって、でそこにあのチコのテープとか、あの手に入れることでき落ちてるんで、その辺にそんなんを、集めていくと、チコとパスの身に何が起きたのかとかも分かるような感じにはなってますね。おい、寝といてね。監視カメラ注意。脱出しましょう。あとはもうこのパスを連れて逃げ出すだけで終わりです。あそこに一人いますね。あ、見つかった。ちょっと待っといてな。よし、一発で眠らせるのね、結構難しいですよ今回。コツがいります。おい、脱出でね、こうこの辺いかついとこからの脱出なんでね。おるね、いろいろ。見つからんように行きたいと思います。おるね。でもサーチライトが今動いてるんで、見つかる、見つかった。こんな感じかな。あ、いけた。よし、今のラッキーですね、ほぼ。
怪しまれてる怪しまれてる。なんとかやり過ごせたようですね。でも来たところから入ります。了解、ヘリを派遣する。急いで帰りましょうね。ここにもいますね。ちょっと見つかってますけど、よいしょ。すぐ怪しまれますからね、今回は。これマップつなぎ目なしでしょ、今まで全部一発で来てるんで。こちらモルホ、まもなくランディング。今まではなかったですからね、こういうマップの感じは。いけるね。こちらモルフォ、ランディングゾーンに到着、退避する。で、ヘリが来てくれましたと。で、あとはもうほぼゴールだからね。ここは行ってないのかな。まあまあ目立つとこは避けたいですが、ここは見つからないんで大丈夫です。さあ行きましょう。はい、ターゲットをリリーに乗せろ。はい、これで、ミッションコンプリートって感じですね。この広いところ全部歩けるっていうことですね。この辺ね、ちょっと散策できませんでしたけど。これでもまあ広いんですけど、慣れれば狭く感じます。で、次の作品はこれの200倍っていう広さが待ってるんで、非常に面白いゲームだと思いますね。25分ですね。 A ランクですか、まあ、もうちょっと早かったら S ランクっていうのでクリアできたんかもしれないですけどね。まあ、このようにランクがあって、S 取っていくとまたね達成率とかが上がっていくんで、まあ、面白いんじゃないかなと思います。はい、まあオープンワールドの紹介というかこんな感じですよっていう動画にしたかったんで、比較的ゆっくりめに回りました。まあ、最速クリア動画とかも用意しますんで、そっちの方も見ていただけたらなと思います。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。